久保ゆりかアルマキア情報局。皆さんこんにちは、トクイソラです。こんにちは、久保ゆりかです。トクイソラ、久保ゆりかアルマギア情報局。この番組は歌姫音楽プロジェクトアルマギアプロジェクトの魅力や楽曲を私たち2人がお伝えしていく番組です。はい、うん、いやもう、うん、これ結構もう暑いでしょ。そう、ね、この時期はね、もう7月じゃね、もうじゃあ梅雨も明けてるってことなのかな。梅雨っていつもどれぐらいまで。私は梅雨中止。え、そうなの。うん、知らなかった。ないよ、いつから。ないよ。あ、そう、ないね。なかった。私はなかったなと。スタートもなかった、うん、え、結構降ったら。いや降ってないよ。あ、そう。うん、言うほど。待って待って、うちは違うところで生活してんのかな。いや私はあんま今年降ってる感じしなかったけどな。降っとるよ、降っとるよ。降ってた。なんか本当に、あ、6月になったからやっぱちゃんと降ってんだなと思ったもん。嘘、去年よりも降ってると思う。去年なんか全然本当にな、去年はなかったのよ確か普通が。え、去年なかったの。うん、確か去年は普通がなかったの。いやいや、今年ないと思ったけどな。去年なかったんだけど今年はちょっとまた、あの、梅雨始めましたって。え、梅雨始めたの。、うん、言ってた、うん、降ってた。降ってるよね。何も降ってないかなと思った。今日もなんかちょいちょい降るかもみたいな言ってたよ。あ、ほんと、うん、でもなんか本気出してない感じする。だから今年がないの。うん、なんかザー、うわー、うわーみたいな。いや結構あるよね、夜とかさ、ずっとザーザー降ってる日とかあるじゃん。あんま傘ささなかったからかな。まあ、あとやっぱどうしてもさ、まあまあ物によってはまだリモートだったりとか自宅作業だったりするとやっぱ分かんないよね。うん、そうだね。窓閉め切ってさ、カーテン閉め切ってももう大遮光カーテンでしょ。そうそう、遮光一級だから。そう、そりゃ何も分からないよきっと。あ、そっか、ね、私が家にいただけかな。うん、そうかも。あと犯人だからいたらもう何も聞こえないじゃん。確かに、ポーンだからさ、無音だね。そう、うん、だからっていうのもあるかも。そっか、うん、だから今日、今年はないかと思った。今年は多分ちゃんとあります。 あったか。はい、じゃあ開けたんかな。もう開けてるかもしれないし、いつもどれぐらいまでやってるのかちょっと分かんないね。なんか、うん、ねえ、続いてたりするよね。6月だけってわけじゃないもんね。分かんないですけど、ねえ、はい。何を考えてんの。何も考えてない。何も考えてなかった。すごい待っちゃったじゃん。何ってどうしたのって。優しいね、まあ、待ってくれるなんてさ、本当に。え、リモートこれ。もうなんか確かにちょっとね、うん、遅れて聞こえてくるやつ。いや、なんか久々にさ、こうなんか会って、うんうん、まあなんか1本目をまあ収録して、うん、なんだろうな、この会ってない期間の思いがなんかもっと溢れ出すかなと思ったけど、うんうん、やっぱりなんかそんなに溢れ出さなかった。わ、うん、かる、それはわかる。なんかそれは私たちに愛がないわけじゃないのよ。そう、うん、なんか愛があるからだよね。そうなのよ。なんか特にそのうちはさ、うん、思いっきり出すっていうより常に小出しにしてるから。そうだね、詰まりようがないのよ。垂れ流してるみたいな。そう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 、凍結防止みたいなさ、そういうところがあるから。ね、溢れ出しちゃう人たちってやっぱなんかずっとせき止められてるから。そうだね。そう、たまにしか出さないみたいな、うん、年一でしか出さないけど、うちらも常にちょっとなんかこの細めのところからさ、そうなんだよな、って出してるから、うん、まあなんか、まあまあ徳井さんだなって感じだし。そう、うん、だからなんか、まあ、あったらもう話止まらんかなと思ったけど、うん、もう、うん、特に。いや、そうなのよ、言ってなんか話してるからさ。そうなんだよね。でちょくちょく LINE とかはするじゃん、なんか。そうなんだよね。そう、何々受けるとかさ、なんかこれ見てみたいな話をするから、うん、なんかそうなんですよね、うん、まあ別に強いて言えば、うん、なんかあの今日あの浅い靴下を履いてるんだけど、うん、あれがもう、 もう家出てホームランの時からもうやっぱかかとが脱げ出しちゃって、はよ進化せえ靴下って。もう怒り。いや、あるよ多分進化してる靴下あんのよ。あなたがしてないバージョン履いてるだけだと思うよ。ほんと、うん、多分バージョン3ぐらいで。なんかマジで止まりますみたいな、ピタッとみたいな、うん、なんかこうペタッとした感じのが貼ってあるから、うん、なんか大丈夫ですみたいなやつ。でもさ、いっぱいあんのよ、いっぱい。でもなんかそのマジで止まりますってやつ買った時にね、うん、そのマジで止まるの意味がそのなんかピタッとした素材がついてるんじゃなくて、うん、もうギュウギュウのゴムだったやつがあって、もう私ずっと血止まってた時だったよ。いや、足痛くなっちゃった、ね、痛くなっちゃった、そう。あ、後から見たら多分子供用だったんだね、しかもそれ海外で買ったんだけど。
それきついわ苦しいと思ったんだけどね、子供用のピタッとしてやつ入ってた。それは良くないね。だから多分まだそうかな。じゃあ買い替えたい、もう今すぐ。今ね、今多分苦痛だ。今買い替えたい。今、うん、ね、うん、今ね、左は半分ぐらい着てる、うん、右はさっき直したから今フルで履けてる、うん、あー、オッケー。うん、でもそう言われるとなんか脱げてきそうだあとバランスは最悪だね、右と左でだから。そうなんだよ。同時なら同時にさ抜けてってくれたらなんかまあ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 と思うけどさ。そうそう、で脱げて、うん、気持ち悪いと思う分にはいいんだけど、うん、結果そのかかとのところがさ靴にさ擦れちゃったらさ、うんね、怪我になっててもう血出たらもう話違うじゃんってなっちゃうじゃんそんな切れ方してる人ちょっと見たことないんだけど、ね、話が違うじゃんってなって、うん、なんか靴の中で丸まった気持ち悪いみたいな、そんなチャラチャラした感情じゃなくて、いや本当もう怪我だからこれってなっちゃうわけなんでさ気持ち悪いっていう人がチャラチャラしてるっていう概念なのいやなんかウケる丸まってる靴下とかそういうんじゃなくて、もう怪我だからこっち出たら絆創膏必要になっちゃうから、そうなるともう話が違う。そういう絆創膏、絆創膏持ち歩いてる。じゃあ貼れそれをもう。でもさ絆創膏貼っといたとしてもさ、うん、なんかそうでさ絆創膏もなんかこうやって削られていてさいや絆創膏さえ丸まりようってなる時あるじゃん、ね、それじゃあさ靴が悪くない、もう完全に靴だよ。もう靴ミスだよ、靴ミス。いや本当に、うん、だからやっぱこうかかとがなんか、あ今日の靴確かにもう絆創膏さえもこうなるやつだ。振りがやっぱ硬いやつだとさ、そうだね、うん、かかとがなければいい。全部切っちゃえばかかと えいいじゃん、出さないか出さくないかキュッキュッて、えいいじゃん DIY かかとだけ。アフレコ中もさ後ろから見たらかかといつもないって、徳井さんのかかとどの靴もないですって。面白い。脱げちゃうじゃん、それじゃあ抜けないよ。だってかかとのその擦れる部分だけ切ればいいんだから。1センチずつ、1センチだけぐらいの。あ、いいじゃん。え、大丈夫かな。フィットするかな。するするする。いけるよ。でもそこだけさ靴下見えてしまったらちょっとなんか柄だよ、柄。柄になるかな。うん、柄になる。うん。え、いいじゃん。それやったら。うん。いいじゃん。やってみるか。はい、ということで今日も楽しくお届けしていきましょう、はい、アルマギア情報局スタート。この番組はアクアアリスの提供でお送りします。得意空久保ゆりかアルマギア情報局。改めまして得意空です。久保ゆりかです。あ、靴欲しい。まだ言ってる。靴欲しい。かかとないやつでしょ。え、かかとないやつでしょ。まあ、かかとあっていい。いいんだ。うん、うん、じゃあもうどうしようもないね。朝からだって調べちゃったもん。かかと、あ、靴の靴下ずれそろそろあるかな、なんか絶対痛くない脱げない方法がと思ったの。いや靴ずれそんなするの。むしろあーやっぱするときはするかな。でもやっぱもう靴ずれしない靴はやっぱ選ぶよね。そうだよね、確かに。あとやっぱ我々仕事的に音鳴らない靴とかちょっと選びがちじゃん、うん、まあ正直今はね、まああれだけどそんなに、うん、だから靴ずれ、私そもそも靴ずれも普通の運動靴って言わないね、うん、まあ運動靴スニーカーでもするんだけど、うん、いやスニーカーでどうやってすんの。いやでちょっとみんなには見せないんだけどさ、私スニーカーでこれだよ。うわ、すごくない？怪我じゃん、もう言ってた怪我じゃん。いや普通の足の甲のここなの、ね、ここを擦っちゃうの。だから私多分足がちょっと不思議なの。足が不思議。うん、え、どこに擦ってるんだろう。そんな分かんない。擦るとこあるかな。徳さん多分は知ってるんだけど、あの多分2年ぐらい前、うん、それこそスニーカーでここをめちゃくちゃもう靴ずれになったのを、まあいつものことだと思って放置してたら、うん、なんかそっから菌入っちゃって、なんか大高熱が出て。そうだ、なんか具合悪くしてたわ。そう足パンパンに腫れちゃったんだけど、なんか要はちょっとリンパ通ってるところの上だったから。なるほど、ね、そこをなんか菌がすごい通ってって、太ももずっと痛かったの。そう、怖いでしょ通ってって。私ずっと太もものなんかやばい何かになったと思ったんだけど、ね、うん、病院行ったら、あ、ここだねって言われて。でもさ、もう怪我からさそんな病にまで発展しちゃったらさ。そうだよ、私より
あの大きな悩みを抱えていらっしゃるそうだよ、だからかかとぐらいだと切りなよ。そうだね、うん、それは切った方が話が早いかもいい、じゃ靴選ぶ基準はどうするの？履いてみて、もうでそのうち柔らかくなるパターンのやつはどうにかなんだけど、うん、まあ大体なんないよ、うん、靴はね、うん、めっちゃ広げるやつ買ったの、それこそなんか細くなってるやつとかも昨日そうそう中入れてさ買ったよ。あれさあんまりあんま意味ないし、こういくら広げてもさなんかもう木の限界があってなんかここまでみたいなさ、ね、もっと広げちゃいんじゃん、こうなんないんだよ、ね、そう、なんだよ、そうなんかきりこうなんかこういうさこういう映画のなんかパッケージのやつあるよね、なんかあれっていうぐらいなんだよね。そう、あれにこうあれでなんかこう全てが解決したらなって思うんだよ。そう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 、あれさ縦もだからいけるからさ、うん、このかかとがさ結局私も痛いやつとか、うんうん、もうこれでなんとかしてこれで広がると思うわけよ見たことある人しか分かんないんだけど、これそうだね、こうでも、もうここまで行ってほしいのにやっぱここまでしか行かないから言ってこの肘だよね、その肘ぐらいだよね、そう、こうこうしか行かない、こういけると思うんだけどちょっとなんだよ、ね、あもっとやってほしい、ね、もっとなんかもっと強いの出してほしい、もっと横にね広く縦にも長くいってほしいよね、うん、そうそうそう、あれねちょっと生ぬるいよ、ほんのちょっとした、ね、あの開きぐらいだったらさ、これでいけるぐらいだったらそれ履いてるうちになんとかなるから、そうじゃないレベルのやつをなんとかしたいのよ、うちらこれもう靴の話してるんだよ、すごくない、すごいもう真剣に喋ってるけどさ、うん、そうなんだよね、でもスニーカーって難しいよね、なんかスニーカーってさ、うん、大体大丈夫だと思ってこっちも行くじゃん、そうだよね、そうだから難しいよ、硬いスニーカーもあんのよ、そうだから結局最初はもうちょっと嫌だな恥ずかしいなダサいなと思っても長い靴下履くしかないんだよね、もう全ていい前提でさ、結果ね、そうだよ、難しいね靴問題ね、そうなんだよね、なんかどの靴履いても平気な人っているもんね、たまに、いやすっごい羨ましい、ね、じゃあ我々はちょっと繊細すぎたということで、そうだね、いい足繊細マンですじゃあメール紹介しましょう、はい、ちょっと久保さんにも読んでもらおうかな何これ、なんか役場みたいなやつ確ここね、うん、なんかさトゲトゲのさ、うん、柔らかい緑のマットみたいなってさ、こうやって滑らんようになってさ、駅のさ、駅のとこね、窓口とかでもこういうの渡されるね、うん、るはい、お願いしますはい、ラジオネームかき氷はみぞれさんからいただきました、うん、ありがとうございます、ありがとうございます、そらまるさん、しかさん、こんにちは、はい、こんにちは、アルマギはいつも聞いてます、ありがとう、この番組は熱苦しくなくて爽やかで夏でも楽しく聞けますね、あすごい、まあ、そうそう、ね、寝てた、お二人に相談です、うん、私はこの夏に結婚するため名字が新しくなります、うん、うわ、姓が変わる前に何かやり残したことはないかずっと考えているのですが、うん、これだけはやっておけ、こんなことしたら楽しいのではという何か思いついたら教えてもらえないでしょうか、できてるけど、うん、まあ、その正直性が変わってない我々に聞く質問か、これ、そうだね、うん、多分女性の方かな、そうだね、苗、うん、字変わる前にやり残す、なんだそれは、まあ、ないんじゃないかな、でもなんかすごいボトしてくんだよねこれ苗字、うん、知らないよだって変わってないもんまだ、うん、うん、せめて教えてほしいな、なんか苗字え苗字知りたかったな、何から何に変わるのか、そしたらまたあれだった、また変わる、ちょっともう一回見せていいよはい、そうなんだよね、うん、そうなんだよね、うん、確かに、どうだろうね、いやでもどういう苗字がさ似合うかなとかさやっぱ一回さ想像するじゃん、うん、そうだね、うん、うん、確かに、あなんか苗字によってやっぱかあのアドバイスも変わってくるっていうことでいい、そうだね、本当に一応じゃあもう一回、うん、そう本当にそれでいいから聞いといて、それこそさ、うん、私だって空でさ青空と書いて空じゃん、うん、あそうだね、これでさ、うん、天宮さんとか結婚しちゃったらさ確かに、あ雨だし空だしみたいな、うん、あとなんか青木さんとかもちょっとあれかなと思う、あと赤井さんとかさ、なんか色が入ってるとさ、いや、うん、もう名字も名前も色々確かにカラフルですねとかなんかさなっちゃったらちょっとあれかなと思うんだよね、確かにね、どうです名字に皮がついてるのに、うん、
下がもう完全に海の生き物の名前になってたりとかするとってこと？いやそうそんなそういうのさ、海の空さんとかでも変だしさ目え違う？だって、うん、ゆりのさんだったらどう？ゆりのゆり？ゆりのゆりさんだったっけ？ゆりゆりか。私今すごい本名この人ゆりなのかなって思っちゃう。ゲームでカーつけてるみたいなのね。えゆりのゆりか？あでもなんかいそうじゃない？いるかな。うんなんか漫談しそう。ゆりのゆりか。そうだね。でもなんかあんま売れなさそうな感じはある、ね。多い。多い。本当に？いやでもちゃんとなんかちゃんと、うん、あのアドバイスしてあげて。そうだね、うん、変わる前に、うん、やり残した、うん、でもなんだろうね、うん、ないよねそんなこと。うん、まあなんか、うん、わかんない。だって変わっちゃったら結局さ、うん、その今何か申請してこういうものとかって残したとしてもさ、変わっちゃったらもう意味ないわけでしょ。使えなくなっちゃったりするわけでしょ。そう、うん、だからもう本当に変わっちゃうのが嫌なんだったら結婚やめた方がいいと思う、うん、そうだね、うん、どうしても嫌だったら、うん、そうした方がいいかもしれない ね、 ね、なりたい苗字、なりたい苗字ね。わやっぱさなんかかっこいい3文字ぐらいの、うん、龍宮寺じゃないけどさ、え待って待って、あ漢字でね、あ漢字か。いやめっちゃ3文字超えてるんやけどと思った今。びっくりした。そういうのやっぱさ、うん、いいなと思うよね。なんかあ漢字一文字もかっこよくない？なんか立花みたいなとかさ。あ確かに。なんか巻みたいなとか。巻なになになになんでなんでいるよね巻さん。巻さんいる、巻さんいる、いるいる、巻ゆり子。えいいじゃん。あ巻ゆり子いいじゃん、うん、巻き空、巻き空でもいいじゃない。巻き空なんか巻き空マムザホルモンみたいな。いやそんなの誰も思ってなかったよ今、そう私だけ誰も思ってなかったよ今。どうしたの急に。嘘パクったなって言われるからどうしよう。誰もそれピンときてないから。なんで怖い。巻き空ザホルモンっていう焼肉屋さんだぜそれな。ちょっと何言ってんの怖い。バンド組めそうやなじゃないんだ。うん、焼肉屋さん開けそうやな。あそう、まあね、なりたい名字か。えあります？あなんかお王さんは。ねえ道明寺みたいな。そういうのなんかかっこいいっすよね。何あと竜田川みたいな。竜田川竜田川竜田川は聞いたことないな。わかんないけどさ、うん、いるんじゃないそういう人も。竜田川さんいるかな、うんうん、一緒でしょ。竜竜の感じだもんね、うんうん、竜田川か。立つたが苗字むずない？いや苗字むずいよ。3文字のかっこいい人って誰いる？私たちが知ってるような業界だと。すぐに出てこないね。いや本当道苗字しか浮かばないもんね。道苗字だともう完全に伊集院。あ伊集院さ ん、 伊集院さん。いや伊はかっこいいよ。確かにそれだけ。伊集院さんしかいないな。あーなんとかかんとかさんね、うん、え？え？三文字の人そんないる？だって道明寺しかいないじゃん。道明寺と伊集院しかいないか。この世にたった二族。なんだろうね。江戸川、江戸川？江戸川か。あいいじゃん。江戸川かな子。すごい名探偵な感じ。すごいするよね。かなこってもう絶対カタカナでしょもう。江戸川かなこいいじゃん。えいいの、いいの。江戸川かなこすごいいいと思う。見た目大人でね、うん、うん、いいじゃんいいじゃん。いいな。あそうそうする。江戸川空、江戸川空、うん、私は江戸川じゃない方がいいかな、うん、でも道明寺空もそんな合わないんだよね。うん伊集院もちょっと違うんだよな。伊集院空も合わないね。結果3文字の方がいいんじゃない、その言葉としての。ああそうだね、音的にはね、うん、うん、いいんじゃない。得意タタタでしょ、うん、タツタタツタタツタ空。なんなんぞタツタ推し。タツタってもうチキンじゃん。いつも思い出せるもんね。そうだね、そうだったらさ、うんうん、あっとの唐揚げみたいな人ってね。唐揚げ
揚げじゃないんだよな。そう、唐揚げじゃない方なんだよね。じゃない方みたいな。あ、何の話してたか忘れたわ。まあいっか、もうメール、あ、もういいって。もうメールないか。ありがとうございました。はい、ということで皆さん、たくさんのメッセージありがとうございました。引き続きメールお待ちしております。それではここで一曲お届けしましょう。ディーバ、ティア&ケラでフォレストリンカネーション。最強デュエット決定戦、はい、ということで少女と少女が織りなす物語であるアルマギアにちなんでリスナーから届いた最強の組み合わせを私たちの独断でランキングにしていきます、うん、はい、なんかおじいちゃんが毛布がみたいですよね。あ、そうだね、そう、もう覚え方がそこでしか覚えてないぐらいね。おじいちゃんと毛布が超久しぶりじゃない。あ、なんか表がなんかさらにバージョンアップして分かりやすく、暫定1位は冷房と毛布。これリスナーさんが作ってくれたの。お名前、直立不動産さんからいただきました。ありがとう。ゴールデンウィーク中暇だったので最強デュエット決定戦の第52回時点での順位をまとめてみましたのでご参考になれば。すごい、わかりやすい、すごいね。なんかそういうお仕事されてるのかな、表にまとめるような ね、 ねえ、赤ちゃんと柴犬の2位の後はもう12位まで飛んで、メロンソーダとアイスクリーム、うん、その後はまた、うんうんうん、58位まで飛んで酔っ払いと寿司より、うん、であと結構県外にガチャピンムック、うん、ラーメンと水とかね、ピザとコーラ決めかねるとか。いや、おもろい、なんか人によるとかね、うん、何これ、もうジャック・バウアーと小山さんのくだり、うん、決めかねる、小山さんは何役でも最強って。それ私たちが言ったのだと思うよ。そうなんだ、へえ、むずいね、それは。むずい、うん、ちょっとわかんないですけど、ね、来てるかな、じゃあ紹介しましょうかね。2018年10月のメールですね、うん、ありがとうございます。マギアネーム徳穂さんからです。まだ聞いてくれてるかな。もう聞いてないよ多分ね、元気、はい、私が最強だと思う組み合わせは、うん、秋の紅葉と露天風呂です。昨年、じゃあもう2017年だね、2017年紅葉で色づいた山奥にある露天風呂に行き、その景色と気持ちよさで至福の時を過ごしました。この時期だけの最強デュエットだと思いますという2018年からのメールですね。2018年で2017年の思い出とともに語ってくれました。はい、めちゃ前やん、めちゃ前の話やん、めちゃ前。この番組ってさ長くやってるんだね。そうだね、そう考えるとさ、私はもうその別に、紅葉じゃなくても露天風呂は、そうだよね、露天風呂はまあもう雪でも良かったりするじゃん。雪もいいし、そう青々としててもね、うん、いいし、夏とかもね私結構好きよ露天風呂、暑い、あえてね、なんかのか風を感じられるから、暑くてもなんかすっきりするような感じ、うん、なのでまあ別に紅葉に限らずだから、まあそうだね、うん、でも、うん、じゃあ
80位ぐらいにする。そうだね、じゃあ80位で、はい、うん、おめでとうございます。まだ聞いてるかな、ありがとう。80位ってことはまあ大体カピバラと温泉のあ近いねはいはいはい、こちらねカピバラと温泉が62位なんで、まあそれよりはやっぱ下がっちゃう、うん、それよりそれ下がるかなまあでもそもそもさ、私なんかもうカピバラと温泉もなんか62位じゃないんじゃない、もっと上だよね。え何の基準だよまあいいわ、いい、80位と62位ね、うん、はい、まあ、カピバラがすごく勝ってるっていうことかな。そうだよね、うん、はいはい、これもまあ露天風呂っていうのがもうだって組み合わせ、ね、露天風呂にだって合わないものを探す方が難しいよ。確かにそうだね、うん、だから、露天風呂に関してはちょっと80位の方で、ね、はい、まとめさせていただきます。ありがとうございます。またメールください、はい、お願いします。今日はここまで、引き続きあなたが思う最強の組み合わせをジャンル問わず募集しております。久保ゆりかアルマキア情報局。ここでアルマギアプロジェクトからのお知らせです。アルマギアプロジェクト6枚目のシングルが絶賛発売中です。 DVD にはアルマギアオリジナルミニアニメーション映像を収録、今作の4人の新キャラクターが出演しております。続いて久保さんがディーバとして参加したパレードプロトコルディーバフェスタ、小倉優衣さんがディーバとして参加したルッキングオーダーディーバクルシュ、私がディーバとして参加しているスカイメーカーディーバミューキャット、そして久保さんと私が参加しているミュージカルコネクトも現在好評発売中です。詳しい情報は随時ツイッターや公式サイトにてチェック。以上、アルマギアプロジェクトからのお知らせでした。得意空久保ゆりかアルマキア情報局。得意空久保ゆりかアルマキア情報局、そろそろエンディングの時間になってしまいました。番組では皆さんからのメッセージ大募集中です。コーナーは2人でこんなことやってほしいも募集中、デュエットチャレンジ、あなたの相談に即興ソングでお答え、ディーバ対戦、私たちが決着をつけます、アルマギア、ナイマギア、組み合わせは無限大、最強デュエット決定戦、その他普通と感想、私たちへの質問もお待ちしております。はい、メッセージの宛先はおはがきの場合郵便番号105-8000に文化放送得意空久保ゆりかアルマギア情報局、各コーナーまで。メールの場合はすべて小文字で、マギアmagia@joqr.net、 マギアは MAGIA となっておりますよ。はい、お待ちしてます。え、なんか私が言ってる時になんか、うん、なんかさなんかまじないしてたなんかさ、ここに毛がある気がしちゃって。ある、そういう時あの、ね、うん、まあ、ないんだけどさ、うん、だからね、そう、見えないエア毛を払ってた。あ、そっか、うん、だからかなんか急にまじない始めちゃったなと思ってまあでもそういう時もあるかと思って。あ、そうだね、受け入れてくる。気にせんでおいたわ、うん、ありがとう。この番組は隔週更新なので、うん、7月19日のこの時間は同じ内容が放送されます。次回第61回は7月26日に更新、お楽しみに。ということで、ここまでのお相手は徳井空と久保ゆりかでした。バイバーイ。この番組はアクアアリスの提供でお送りしました。